ペンシロウとマミヤは僕との処刑ラオウであると。ラオウは恐怖により世界を統治しようとしていた。そしてその恐怖はマミヤの村をも包もうとしていた。剣王軍の動きを知ったレイは先行してマミヤの村に向かう。ユリアによく似ている。そう微笑む時を支えつつマミヤもレイの後を追った。 二人の頭上にはいつものようにあの小さな星が輝いていた。ユリアさんには叶わないな。でもいいんだ。私は北斗七星の脇に輝くあの星で。見えるのか。あなたにはあの星が。第四話、市長星 私は戦う。死んでいった人たちのためにも。剣王様に忠誠を誓わぬ者は我らが抹殺する。逃げろ。 剣王侵攻隊ってのが村に向かってる。このままじゃみんなが危ない。私が助けに行くわ。
の拠点にも剣王軍が集まっています。みんなスケベずらした悪そうなやつばかりで、マミヤさん気をつけてください。この毒沼に落としてしまえ。我らは剣王様の秘術で強化されている。毒に苦しむのは貴様だけよ。橋を下ろすスイッチはこちら側にしかない。残念だったな。
好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。ぶっ飛ばしてやる。甘く見たら怪我するわよ。奴を倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。いつまでこんな殺戮を続けるの？奴を倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでも、やっ
奴をぶち殺すのだ。甘く見たら怪我するわよ。こりゃ上手だ。傷つけ、優しく可愛がってやれ。甘く見たら怪我するわよ。今だ、敵をなぎ倒せ。もう終わりだ。いつまでこんな殺戮を続けるの。お待ちしていました。この先に剣王軍の正規兵がいるんです。覇者の剣、
シレの土産に持っていけ。Yes.
私には戦い続けなければいけない訳があるの。